そいつらは放置して一人で来ました。そう、なんか歩いてたの、街で一人で。あ、そうっすね。そうで、どうしたのっていうとこから始まりの、あれ3人くらいいる方かな、いつも違うかな。シーナとか加藤。こんにちは。あ、そうですよね。いはい、あれさっきの乳首の方。いやいや、何を言ってるんですか、やめてくださいよ。庄司さん、庄司さん何してんの。あれ、いや、みんなで友達と来ました。じゃあ、ありがとう。じゃあレッドアイ。じゃあレッドアイ。思ったら消えちゃったじゃないですか。ああ、ごめんなさいね、ちょっと事件対応してて。じゃあウイスキー。団体様の奥に。で、結局本当だったんですか、あれ。10個ぐらいもらえると。ああ、行っちゃった。あ、梅ばあちゃん。こんばんは。こんばんは。こんにちは。あ、ちょっと待って、梅おばあちゃんに聞きたいことあったんだよ。ね、はい、梅おばあちゃん。忘れられない JTS、あ、こんばんは。あ、こんばんは。梅おばあちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。なんだい藤子ちゃん、ちょっと待って、なんだい。え、所長とどういう関係なんですか。所長ってどなた？ジャック・バウアー所長。バウアーさんは私の将来を約束した関係です。なるほど、なるほど。所長っていうかバウアーさん、いや、ジャックから聞いてないかい？あ、まだ聞いてなかったです。あ、じゃあジャックも、はい、ジャック君も本当に恥ずかしがり屋だからね。ちょっと女性に聞くの失礼なんですけど、梅さんっておいくつなんですか。それ失礼だ。いや、ごめんなさいごめんなさい。いや、失礼なんですけど、一応ね、82だよ。82歳。ちょっとお待たせできなくて。ちなみにバウアー所長はいくつでしたっけ。大丈夫です。でもね、勝手なんで自分のと思うんで。あ、なるほど、はい。50いくつでしたよね、確か。ちょっと言ってくださいね。9だったかな。なるほど。まあ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 。ギリギリ。悟空さんですね。59さん。あ、悟空さんね。悟空さん。なるほど。確かに。じゃあ、まあ、おめでたいですね。あ、もう言われてるってことですもんね、所長も。うん、所長。そういうふうに。うん、ジャック君もそうね。ヘリコプターの一番上まで連れてってもらって、すごいロマンチックな告白をしていただきましたよ。そうですよね。あ、告白したんですか、もう。あ、されました。あ、なるほど。やっぱインヒールではないな、これは。もう将来決まってますよね。そうですよね。あ、遊園地でですか、この間。あ、そうそうそう、遊園地。デートしてらっしゃいましたもんね。おデート楽しかったな。いなあ、なあ、まあ、いや、うん、あ、おめでとうございます。あ、ありがとう。はい、おめでとうございます。バウアーさんにまたよろしくお伝えくださいね。はい、わかりました。え、ちなみにちょっと最後に聞きたいんですけれど、梅さんはバウアー所長のことをどう思ってるんですか。もちろん愛の人と考えています。あら、わら、ラブリーバウアーとも呼びましょう。ああ、素晴らしいですね。運命の赤い糸がつながってるように感じますね。あらら、あら、素晴らしい。そうでしょ。はい、関係ね。小指と小指がつながってる気がするんだ。あ、じゃあ、式も挙げられるんですかね。そうなれば、もちろん。もちろん、もう少しデートも、あ、もう少し食事もしたいけど。ああ、なるほど、ね、なるほど。結婚式場もまだ押さえてないんでわかんないんですけど。ああ、じゃあその時楽しみにしてますね。うんうん、はい。まだ82とはいえ、まだピチピチだよ。いや、ピチピチで、お若いですもんね、まだ、うん、ね、うん、そう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 。じゃあ楽しみにしてますよ。うん、じゃあ、またよろしくね。はい、幸せにしてあげてください。バウアーさんによろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、お幸せに。お幸せにされなますように。はい。